神山雄一郎選手です、ね、いつまでもね毎回会うたびに言ってますが、はい、まあまあこれからです。でも人気あるねやっぱりね。いやもう長くやってからじゃないですかね。でもちゃんとオリオン賞乗ってくるじゃない。そうですね、嬉しかったです、ね、はい。まあ、ちょっとドリームは届かなかったけど。そうですね、まあ、もう十分です、嬉しいです、ね。まあ、最近はね昔と違ってあのドリームもオリオンもそれほど大差ないじゃない。そうですね、はい、まあ、ちょっと着順がね5着と3着という違いでそこまで入れば準決勝フリーパスだし。そうですね、まあ、厳しいんですけど ね、はい、ね。オールスターは元々得意でしょ。オールスターはやっぱり一番いい成績残してると思うんで、はい、ね、何回も勝ってるし。そうですね、はい、ね、やっぱりそういうイメージだったら持って走るといいことがある。そうですね、大体オールスターはいつもなんとかなるかなと思ってるんで、はい、ね、やっぱり華やかさは似合うよね。どうか分かんないけどもうみんな若いからね、はい、何どうなの、宿舎で話とか合うの。いや、どうですかね、合わせてくれてるんじゃないですかね。だって若い子とさやっぱりあの音楽聴いても趣味違うでしょ。そうですね、まあ、最近の若い子の音楽とか知ってんの。知らないです。聴いたりしない。しないですね。若い子が聴いてる曲どんなのかとか。いやもう全然知らないです。あ、そう、はい、そうだよね、はい、全然知らないです。あのちょっと前にね、あの辞めたけど俺同期の碇さんが、はい、あの60歳ぐらいまで走ったじゃない、はい、あの宿舎にいて話し相手がいないから寂しいって言ってたけど。あ、なんかねちょっと分かる気がします。あ、そう、はい、なんか自分だけ浮いてる感じがする。なんとなく多少は、はい、まあ、でもね、もう五冠とかも辞めちゃったし、うん、まあ、孫さんも辞めたし、うん、まあ、その辺のメンバーでいつも喋ってたんですけど、うん、やっぱりいなくなってきたんで、はい、もうだって次は武田とか。そうですね、はい、まあ、村上とか、うん、その辺の年代が、はい、その辺とは一応話を、まあ、話してくれてます。向こうもだんだん年取ってきたからね。そうですね、もうあそこまでいったらもう大差ないと思います、ね、だってあれ20歳ぐらいのことをするとやっぱ倍以上の年だからさ。そうですね、もう武田なんかももうほぼ僕らの方に来てるっていうイメージで喋ってますけど、ね、ね、だから宿舎だとやっぱり生活っていうかなんか感覚違うよね。そうですね、若い子はねやっぱりキャピキャピしてるんで、はい、お前らうるさいから早く寝ろとかないの。いや、そういうのはないです。あの部屋はまあ拓也ももう結構行ってるし、はい、そうなんだね。まあこうやってね若い選手ずっと一緒に走ると気持ちは若くいつまでも持ってられていいなって感じがするけど。いやー、どうですかね、もうマイナスマイナス不安ですよね。あ、強いんでね、はい、そうなの、はい、君が不安に感じる。感じます、はい。なんかレース見てるとそういう風に感じないけどね。始まっちゃえば忘れちゃうんですけどね、うん、はい、走るまでね、はい、ひょっとして離れるんじゃないかとか。もう最近ほぼ離れることが多いんで、うん、離れてもそこから何とかしようと思ってっていう感じですね。でもこれはなんか自分でまくってたじゃん。いや、まあ、状態が良ければある程度戦えるかなって気はします、うん、なんか打線に乗ることがあるんだたまに。そうですね、はい、まあ、うまく足が回れば、うん、まあ、なんとかなるかなって気はしますけどね、まだ、はい、やっぱお客さんそこら辺をねやっぱりこう期待して見てるんでね。そうですね、あとはまあこそっと3着まで入れればっていう気持ちで、はい、それやっぱ大事だと思うよ。そうですね、やっぱりどうしても1着を狙っちゃうともう厳しいんで、うん、もう慌てないで、まあ、コースついて3着以内入れれば、まあ、車検にも貢献できるかなと、うん、はい、でもそのつもりで走って1着抜けることあるもんね。そうです、はい、それはもうおまけだっていう気持ちで、うん、はい、やってます。1着になると8着9着しちゃうもんね。そうなんですよ、ね、そうするとやっぱり厳しいんで、さすがベテランは考えることが違うなという。もうそういうこと考えていかないと生き残っていけないんで。じゃあ今回も、ね、あの精一杯頑張って。はい、頑張ります、ね、あのファンの皆さんも期待してますんで、はい、一生懸命頑張ります、はいはい、ね、あのいくつになっても頑張ってます神山選手でした。